どうもーどうもだから何でも食べちゃうどうも文人でーす。というわけでね、今回はなんとね、このね、なんかトルテーヤってやつをね、またね、見つけてしまったんでね、買っちゃいましたー。そう、ここにあるってことは買っちゃったってことです。はい、でね、これがね、まあトルティーヤってことだから、どういうもんかっつうとね、まあチップス、トルティーヤチップスって書いてスナック菓子だからね、まあそういうもんでスナック菓子ですね。で、ね、これがなんとね、そう、105円だから、まあまあ普通のスナック菓子とまあほぼこれくらいの値段かなっていう、まあ価格です。そしてね、なんとね、これ見ての通りね、生ハムとね、生ハム&チーズ味だからね、生ハムとチーズもね同時に味わえるというスナック菓子というかね、そう、スナック菓子と生ハムとチーズを同時に味わえるから、一石二鳥どころか一石三鳥だよね。そう、そういうわけでね、まあとはいってもまあ、よく考えるとチーズとね、ハム、生ハムを使ったつまみっていうのはまあよくちょくちょく食ったことあるから、まあどういうそんなもんだろうなと思うけど、でもそれがスナックになってるから、まだ食わないとどんなもんか分かんないよね。というわけでね、早速ね、これ開けて食います。口でね、開けてね、食います。あ、もうこういう焼き方しちゃったらもう全部食わなきゃいけないね。ね、しかもね、これね、そう、この裏のところを見て気がついたんだけど、贅沢サラダってことだよね。なんかこうやってね、このトルティーヤのね、チップスを使うことによってね、こうサラダ、いつものサラダにこれつけるとね、なんかこうやって食えるって言うけど、こういう風に食いません。今回はこれそのまま食います。あとで先のつまみにもしますだけどね。じゃあそう、そんなことはどうでもいいから、早く食ってよ、味の感想を聞かせてくれってね、言ってるんじゃないかなと思うんだよね。だからね、その声に答えてね、早速食います。中身はこうです。じゃあ食います。あー、でもね、こうやって振ってるだけでもね、なんかすごいスパイシーな、そう、スパイシーだけど、この嗅ぎ覚えの あるかこの香りは、あ、ハムだね、ハムとチーズがね混ざったような香りがしていますね。ちょっとスパイシー気味な。じゃあ食ってみます。はい、これがねものです。これを食います。なんか鼻みたいだね、これ鼻、こうなんかこう鼻のところにこれがあっても違和感ないよね。でも食います。私ね、シャベラの上に置くも違和感ないよね。うん、あー、うん、チーズね、やっぱチーズとね、ハムがね同時にね、下ベラのところに支えかけてくる感じでね、そういうスナックの味ですね。これはね、やっぱつまみに良さそうだね。もっと食ってみましょうかね。うん、うまい、うまいね。これはやっぱつまみにいいね。というわけでね、あとこれ全部ね、あと酒でも持ってきてね、酒飲みながらね、これ全部ね、私一人でね食うんでね、この動画はこれぐらいにしたいと思います。というわけでね、みんなもね、なんか生ハムとチーズのやつ食いたかったらね、これなかったらまあしょうがないんで、なんかスナック菓子の上に生ハムとチーズ乗っけて食えばいいんじゃないかなと思います。というわけで、この動画はこれぐらいにします。それでは、トル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 ティアークリアー。